はい、吸って、背中からぎゅーっと。そう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 。はい、吐いて、クロシック。いい感じ、いい感じ、いい感じ。はい、続けて。バッチリ。で、今度は胸張ったまま、胸張ったまま、そう。で、背中から横に倒して、あ、逆ですね。お、うん。そう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 。そうそうそう。この胸張りながら行くのがポイント。猫背と反り腰を、特に右は、肩が巻いてるんで、こう入っていきやすいから、なるべく、もう一段階こう行きたい。ここを入れたい。そうそうそう、右に関しては。で、吐いてゆっくり戻る。はい、反対。そうそうそう。こっちは行きやすいでしょ。そこも完璧。素晴らしいブリッジ。はい、戻る。そう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 。そう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 。でも結局、ここの肩の前傾と、肩の肩甲骨巻いてるのが、こっちに体重乗って、この首と肩に来てるからね。そう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 。OK、バッチリだね。ああ、ね。全然ならないね。ええ感じでしょ、うん、ほんで、手、さっきみたいにバンザイしてみて。前ならやってみて、ふーっと。曲げやすいでしょ、曲げやすい。で、バンザイして。普通にバンザイして。そうそうそう。だいぶ行きましたね。だいぶ行きましたね。最初90度行くか行かんかぐらいだったのね。素晴らしい。そうなんだよね。うん。もうちょいや。